乗客乗員520人が犠牲になった日航機墜落事故から今日で36年です。昨日、群馬県上野村の墜落現場の近くで灯籠に明かりをつけて犠牲者への祈りが捧げられました。墜落現場となった御巣鷹の尾根のふもとを流れる神流川では毎年8月11日に日航機が墜落した午後6時56分に合わせて灯籠流しが行われていました。去年は新型コロナのために中止されましたが、今年は灯籠を川に流さずに LED に点灯する形で行われました。200の灯籠にはコロナの影響や高齢のために参加できなかった遺族らの思いが書き込まれていて、夕闇に包まれた川岸を暖かく照らしました。遺族は今日、御巣鷹の尾根を目指し慰霊登山を行います。